で、夕べは本当なんか昔の夕べとかこうだったのかなって感じでしたね、本当に。532でブロック組んで守る。で、相手のミスマッチっていうか、まあ、相手も別にね、個人スキル高くないから、今の夕べの選手たちのクオリティでしっかり守備に専念したら、失点は免れられるみたいな。で、ディマリア上手いけど、ね、代表と違って、自分が頑張っても一緒にそこからね、崩しのアイデア共有してくれる選手はいないから、さすがにモイズキンとね、メッシは比べられないし。っていう感じでしたけどね。あと前からのプレスは連動性が欠いてるから、532で前から行くけど、2トップがどう守備するかっていうのが曖昧で、簡単にビルドアップされてみたいな感じで。相手強かったら勝てないでしょうね、ゆうべ。相手強い時に、なんかこう、塩試合っぽくなって勝つのがセリアで見られるかもしれないけど、まあこのまんまだとまた CL はね、無理でしょうね。森保ジャパンとはちょっと違うかな。ゆうべの場合は本当にだから、まあ、それ、まあ、それやっときゃ、それは大負けはしないよねっていう、その食材でっていう。調理法の工夫のなさだったりとか、安排のやり方で、あとは食材の差のところで、ね、勝ち点3にはなってるけど、イタリアじゃなかったら酷評されそうなサッカーやってますけどね。綺麗さいらないから結果で、みたいな、そういう文化のところでね。OK でしょって感じの。そういう感じになってますね。